はい、初めての品川駅、初めての品川駅の話。私が初めて品川駅に行ったのはですね、もう5年とかそういう前で、はい、今2022年ですけども、もう5年6年前ででしたね。それで4、5年前とかそのぐらいの価格ですね。それで私はね、乗り換えとかで品川を使ったことは、電車乗り換えで品川を使ったことは何度もあるんだけど、その前にもね、10年前とか15年前にもあるんだけども、自転車で、東京の方行って品川駅まで自転車で行くっていうね、そういうことはその時は初めてね、その自転車で初めて品川駅に行った時の話なんですけども、自転車で品川駅まで行って、それで品川駅にちょっと用があったから、どっか自転車止めて、品川駅に入りたい、あれ駅ビルみたいに入りたいっていうね、そういうことだったんだけども、止める場所がないんですよね。はい。で、もちろん止める場所なかったら、止められないからね、その辺止められないから、探したわけですよね、下調べで。だけど見つけきれなかったですね、自転車置き場が。で、現地に行ってみて偶然発見するっていうケースもないことはないんだけど、それはあんま期待できないし、ないないっつって駅ぐるぐる回ってね、東の方とか西の方とか回って結局ありませんでしたって1時間ぐらい無駄にするってこともあるから、だからね、それ良くないと。じゃあないなりに自分でここ止めるっていうのを決めていこうと思ってね。で、ちょっと品川駅からね離れてるんですけども、公園みたいなとこあって、そこ止めても大丈夫そうなんで、そこ止めて歩いて行ったんですね、5分10分かけて。で、帰りも5分10分かけて歩いてそこまで登る、帰るからすごい遠いんですよね、自転車置き場が。それでね、参ったなと思って、で初回行ったんですけども、品川駅ってその1階はバスのロータリーみたいになってて、で2階がですねテラスみたいなのがあって、でそこから品川駅の構内、改札口ぐらいまで行けると。で東西がぶち抜きになっててっていう状況だね。それでテラスみたいなのが上がりたいんだけど、上がるなんていうかその場所がね、まあ、分かんないと。もちろん見えてる階段みたいなのがあればテラス上がれるんだけど、もうちょっとショートカットしてね、直近で上がりたいなとかね、そう思ったわけです。で探してもなくて、あれあれないないみたいな感じで、で結局迷い込んじゃって、迷い込んだところにですね、通路みたいなところに1階ですよ、自転車置き場ありましたね、2時間無料とかそういうやつね、基本無料のエコステーション的なやつね、あここだったんだと思って、でまあ公園のところ止めちゃってるから、まあそれはしょうがないんだけど、で結局またテラスのとこ戻って、で上がって、で品川駅構内入ったわけね。で品川駅構内入りましたけども、品川駅が大きい駅だってことはね、それは一般的な常識で知ってたんだけども、もう本当大きいですよね、本当に大きいです。はい、要するに 乗降客が非常に多いので、さばかないといけないから、だから大きくしてるってこともあると思うんだけど、私がね最初行った時驚いたのは、なんかねコンコースっていうか、その改札のとこまで行く、改札ゾーンまで行くまでの長い通路みたいなね、そこにねなんか、モニターがね左右にかかってるわけですね、モニター。普通の横長のモニターってありますよね、大きなね一生のテレビとかね、ああいうまあ個人で持つには最大クラスの液晶の画面みたいなやつ、あれが縦向きにしてあって、でフラッグのように連続して立ててあるわけ、空中にね、頭に高い地域に、高い位置に、なんかフラッグみたいなんだけども、よく商業施設とかで、あるいは商店街でフラッグをこう垂らしてるのありますよね、ああいうみたいにモニターをねこう垂らしてるというか、フラッグみたいにしてるわけね。でそこにモニターだから
CM とかね、お知らせとかが映ってボワーって映るわけ、連続してるからね。だからかっこいいみたいな、はい、商店街のこのフラッグがモニターで絵が変わるからかっこいいみたいな、未来みたいなね、たまにありますよね。 SF とかでも未来の、あの駅はですね、そういうモニターが壁のところとかあって CM がずっと流れてるとかね、ありますよね。だからそういう感じになって近未来みたいな感じになって、面白いなと思って。面白いと同時に他の駅はそういうのやらないですからね。あってもモニターが1個あって駅のねお知らせをしてただけだから、こう連続してこれもこれでもかというね、連続して左右にね、あのモニターがあるわけなんで、まあ、要するにお金あるなとかね、技術力あるなとかね、そういう印象を受けるわけです。まあ、デザイン的に優れてるとかね、はい、あるいは歩きながら CM が見れるから機能的にいいとかね、いろんな、なんていうかことがあってですね、まあ、品川駅すげえなみたいな、そういうあの印象をね受けたわけです。まあ、かすかにそのマウントを取りに行ってるなみたいな、これが東京なんだとみたいなね、そういうマウントを取りに行ってるような感じもしたけども、まあとにかく見てて楽しいからね、そういう駅の構造というか、あるいはそういうコンコースみたいな何もないところに人を楽しませるようなものが仕掛けがしてあって楽しいから、まあ、そんなにね嫌じゃないんだけど、まあとにかくすげえなみたいな、そういう印象はありました。はい、それがね初めての品川駅ですね、私の。あの人がね、そのコンコースでガーッとね、特に通勤時間帯はガーッとこう歩くわけね、うん、休日もね、あのガラガラになる時間じゃなくて常にガーッと人が電車乗りに来て電車が降りてるっていう、そういう、状況が見れるわけで、私はね、あのパッとこう見たらですね、上の方見たらなんかね、駅ビルがあって、駅ビルのところにこう喫茶店みたいなの入ってるんですかね、喫茶店で、喫茶店がそのコンコースが2階だったんで3階ぐらいに入ってて、で3階からですね2階のこう人が歩くとこ見れるっていうね、はい、よくスクランブル交差点のとこにスターバックスありますよね。であそこ2階以上だと思うんだけど、そこから下見ると人がこうわーって歩いてるのを見れるっていうね、そういうスポット、それが、ね、品川駅にもできてですね、で一瞬ねこの上から見ようかなと思ったんだけど、まあちょっと時間もなかったんでね、結局行ってませんけども、やっぱこの人がたくさん歩くとこに喫茶店ね、上のに建てて、見れるっていう、うん、面白いと思うんですよね。はい、初めてのね品川駅の、お話でした。